デビン・マイルズ・ヘイニーはアメリカ合衆国のプロボクサー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。現 WBC 世界ライト級王者。父親のビル・ヘイニーがトレーナーとマネージャーについている。デビン・ハニーと表記されることもある。2013年6月、全米ジュニア選手権に 54kg 級で出場し、決勝でルーベン・ビラに敗退。2013年9月、 アイバ界ジュニア選手権に 54kg 級で出場し、3回戦でロシア人選手に敗退。2014年1月、全米ジュニア選手権に 57kg 級で出場し、決勝でライアンガルシアを破り優勝。2015年1月、全米ユース選手権に 60kg 級で出場し、3回戦でライアンガルシアを破り優勝。 16歳でプロへ転校。しかし、アメリカでは年齢制限のため試合を行いなかったため、プロデビュー戦から最初の4戦はメキシコで試合を行った。2016年4月9日、MGM グランドガーデンアリーナでラファエル・バスケスと対戦し、4回3から0の判定勝ちを収めた。2018年5月11日、フィラデルフィアの2300アリーナで、 アズバ全米ライト級王座決定戦をマソン・メナードと行い、メナードが9回終了時に棄権したため、TKO 勝ちが宣告され、王座を獲得した。2018年9月28日、テメキュラのペチャンガリゾートカジノでファンカルロスブルゴスと IBF 北米ライト級王座決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。 2019年1月11日、シュリーブポートのステージワークスでスリサニンドンゲニと WBC インターナショナル及び WBO インターコンチネンタルライト級王座決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め、両王座を獲得した。2019年4月25日、自身が主催するデビン・ヘイニー・プロモーションズとエディ・ハーンの マッチルームスポーツ USA と共同プロモーション契約を結んだ。2019年5月25日、メリーランド州、オクソンヒルの MGM ナショナルハーバーで、アントニオ・モラント WBC インターナショナル王座、及び WBO インターコンチネンタル王座の防衛戦及び WBA インターナショナルライト級、王座決定戦を行い7回2分32秒小勝ちを、 おさめ WBC インターナショナル王座及び WBO インターコンチネンタル王座は初防衛に成功 WBA インターナショナル王座を獲得した2019年9月13日マディソンスクエアガーデン内フールシアターでザウル・アブドライフと当初は WBC 世界ライト級挑戦者決定戦を行う予定だったがワシル・ロマーチェンコのフランチャイズ王座認定待機に伴う WBC 世界ライト級暫定王座決定戦に変更して試合は行われ4回終了時にアブドライフが棄権したため TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2019年10月23日、WBC は正規王者のロマチェンコをフランチャイズ王者に昇格させ暫定王者のヘイリーを正規王者に昇格させた。 この動きに対して、ヘイニーのプロモーターであるエディー・ハーンは、ヘイニーは、ロマチェンコと対戦したかったのに、トップランク社がロマチェンコがフランチャイズ王者になれるよう、要求し、WBC がロマチェンコをフランチャイズ王者にしたことで、ロマチェンコは、指名試合の義務がなくなり、誰も彼に触れられなくなった、ヘイニーは尊敬されず、批判を受けます。でもそれは、ヘイニーのせいではありません。 彼は、ワシル・ロマーチェンコと対戦しようと、必死でした。しかし彼は対戦できないと言われたのですと批判した。2019年11月9日、ロサンゼルスのステープルズセンターで、WBC 世界ライト級14位のアルフレド・サンティアゴと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。この工業のメインイベントは、キロメート祭大ガンポールの、 ユーチューバー対決だったが、その前座で世界王者であるヘイニーの試合が組まれたことについて、ボクシング関係者を中心に批判の声が上がった。2019年12月12日、上述のサンティアゴとの試合で肩を負傷して、手術を受けたことを理由に休養王座に認定された。2020年4月22日、w b g は肩の負傷から回復した。 ヘイニーを正規王座に戻すとともに、ルーク・ギャンベルとライアン・ガルシアとの間で行われる、WBC 世界ライト級暫定王座決定戦の勝者との対戦を義務付けた。2020年11月7日、約1年ぶりの試合をフロリダ州ハリウッドにて、WBC 世界ライト級10位のユリオルキス、ガンボアと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。 2021年5月29日、ネバダ州のミケロブウルトラアリーナで WBC 世界ライト級4位のホルヘリナレスと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。ありがとうございます。